2022年6月の13日になりました。やっとですね、青空っぽくなって、昨日もね、少しね、青空が見えまして、セミが鳴いてくれたんですけれども、今日の午前中までまたぐずついた天気で、雨も結構まとまった量が降りました。ということで、大和くん、一番心配なのが、今ね、これ、小麦の開花期を迎えていたんですけれども、どうなったんですかね？ちょっと見てみる？ちょっと土手を降りて見てみますが、はい、こんな感じで、どうですか？小麦、咲いてますね、今ね。ちょうど今、満開に咲き出したのでしょうか？ちょっと謎ですが、ちゃんと受粉してくれるかどうかが、低温が続くとね、受粉しないんで、実が入らないんですけれども、いや、なんとか入ってくれるんでしょうか、これね。はい、とっても心配なところです。大和くん、入っちゃダメよ、畑にね。あなた土手で、過ごしてください、ちゅうことで。これちょっと土手やばいね、草ぼうぼうで。これもうそろそろね、ちょっと大和くん狩るわ、これ。大和くん、ちょっと、この土手やばくね、これ。ちょっと。やばいでしょ、この土手。あなたもね、走りづらいよね。はい、ということで、この土手の草を刈りたいなと思います。それでは、土手の草刈りをしたいと思いますが、使う機械はね、これ。手でも刈るんですけど、まずはね、大雑把にこのね、牧草の草を刈る機械で、刈り取っていきたいと思います。ね、大和くん、今回もあなたお留守番しててよ、ちゃんとね。これが草を刈る機械でございます。こういう刃でね、もうだいぶ減っちゃってるんですけど、これで刈ってみたいと思います。トラクターはね、 MD の97でございます。とはい、お留守番お留守番。はい、大和くん、水、そこの水飲まないで、地下水を飲んでください。なぜか水たまりの水喜んで飲むんだよね。小屋に入ってください。いつものパターンでーす。はい、刈り始めました。こうやってですね、土手の草をバーッと刈っております。結構伸びすぎたんですけど、綺麗に枯れておりますよ。ゆっくりゆっくり、時速 3.3 キロで刈り取っております。綺麗になってます。他の皆さん全部綺麗にしちゃって、我が家だけ汚かったんでね、早くやりたかった作業でもあります。はい、続きまして、側面の部分をかけております。これがちょっと面倒くさいといえば面倒くさいです。あんまりね、地べたに引きずってもうまく刈れないんですよね、これね。私的にはチョッパーの方が好きなんですけど、なぜかこれを買いました。はい、そしてこの電柱ですとか、こういう障害物があるときは油圧を上げてと、で避けましたらまた下げてと、こうやって土手の草を刈っております。ちょっとだけ面倒くさいですけど、あんまり草ぼうぼうになるとだらしないんでやっております。それでですね、ちょっとなんかうまく切れない、草を倒しちゃうことがあるんで、まあ、歯減ってんのかなと思ってね、ちょっとこれ取り替えたいなと思います。皆さんどうなんですか、これでやっぱ減ってるのかね。まあ、減ってはいるんだろうね。これが新品だからね、これ全部取り替えたいと思います。はい、交換します。ぐるぐるぐるっと回してインパクトで、はいと、はい、取りましたと。やっぱ減ってるわね、これね。どうですか、これ新品と比べてもね。これなんか方向あるね、これね。これ方向気をつけてつけないとダメみたいだね、これ。これなんか矢印ついてるね、これね。この矢印のなんかこう刃の向きがいろいろあるみたいです。今外したやつはこれ同じ型なんで、こいつを取り付けます。これ適当につけたらダメなんだね。これをつけてグリグリグリ、はい、締めますよと。はい、一丁上がり。順調に交換してたんですけど、むっちゃ硬いやつがあって、これ舐めちゃいました。これグラインダーで切ります。それではグラインダーで切っちゃいます。グリーン、無理やり切ります。おい、はい、取れました。はい、無事取れたと。無事に刃の交換が終わりました。ピッカピカになってます。はい、これでちょっと刈ってみたいと思います。はい、それでは刃を変えましたので、切れ味がどんな感じかちょっと試してみたいと思います。はい、刈ってみます。はい、どんなんでしょう。おお、おお、切れる切れる、いいね。やっぱ刃変えるとこんな違うもんかい。こんな変わんないかなと思って、今まで変えてなかったんですけど、すごく調子いいですよ、これ。こんな感じで非常に綺麗に切れております。ペタッ倒れてるね、これね。どんな感じなのかな、降りて見てみるか。はい、こんな感じです。切れてんのかね。よいしょ、あ、いいね、綺麗に切れております。バッチリです。はい、
イスパスパ切れております。歯変えてよかったです。こんなに違うんですね。なんか何年かぶりに変えたような気がします。まあ何においてもあの石を噛んだりね、土を噛んだりしないようにするのが歯を減らさないコツだと思います。畑の中からも草刈りをしております。下からも刈ると綺麗に刈ることができます。ちょうどビートの畝が合ってるんで刈けちゃってます。はい、のり面の下からこうやって刈けてます。綺麗に仕上がっております。はい、引き続きまして電柱の周りですとか届かなかったところをバッテリーの草刈り機で刈り取ります。こうやってバサバサっと切っていきます、ね、ほっといてもねだらしないですしね。ということで綺麗にしております。結構地味に大変な作業でございます。いいよと、はい、毎日コツ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 と仕事をしております。今時期はこんな仕事が多いです。こういう土手とかね、のり面の草刈りはまだまだ延々と続いていきます。はい、コツコツ頑張りましょう。はい、はいと、久々に行きます。よっこいしょういちと。はい、あーなんか今日も疲れた。なんかね毎日会議多いんだよね。昨日も会議、今日も会議あったし、明日もあるんです。あー体は一つしかありませんので、あまり無理せずコツコツと頑張りたいと思います。はあ、疲れた。大和くん危ないよ。あなたの草刈りまでついてこなくていいからね。ほんと寂しがるからね。草刈りも近くまで連れてくんです、この犬は。ねえ、ほんとに甘えてきて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 、もうどうしようもないのね。見てこのだらしない格好。ねえ、ちょっとちょっと、そんなに甘えないでくださいよ。はいはいはい、ということで本日もお疲れ様でございました。もう小屋に戻ってください。私も家に戻るから。よし、帰ろう帰ろう。はい、帰ります。ゆっくり止まんないの。収まったらいいね。ペローって。